皆さんおはようございます。おはようございます。2018年8月26日主の第一礼拝を始めさせていただきます。総幕のうちに心静めて主を待ち望みたいと思います。Thank you.
お祈りさせていただきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から贖い、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。お祈りします。愛する恵み深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。今日もこの場所にあなたが兄弟姉妹と幼子たちを集めてくださり感謝いたします。今日この場所にあなたが臨在してくださり、兄弟姉妹お一人お一人の問題課題の解決の道を開いてください。それらに対するあなたの最善のご計画があることを信じます。感謝します。またあなたが全てを益にしてくださることも信じます。感謝します。今日のメッセージを通して、どうぞあなたがお一人お一人に必要なことを語ってください。この御言葉を携えて1週間の歩みとさせてください。またインターネットを通して多くの人が救いの道に預かりますように、どうぞ導いてください。この場所に来ることのできない兄弟姉妹もおられますが、どうぞあなたが兄弟姉妹、病に伏している兄弟姉妹もありましたら、どうぞ平安と癒しを与えてくださるようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美を歌集23番26番賛美歌228番と賛美していきたいと思います。
賛美歌228番。罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。この箇所から、罪を告白するならと題して、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。その前に、特別賛美の奉仕をお願いいたします。第5週から
らないんですけど、最善から最善へと神様は導いてくださるという賛美を演奏させていただきます。それでは歌集から2曲、374番、384番、この2曲を賛美しましょう。374番 Keep your head up。
キリストを信ずる信仰によって罪許され救われたように、キリストの言葉を信じ続け、これにまた従い続けるならば、あなたはさらに神様の祝福の技、救いの技を見続けるであろうと称されます。信仰の決断とともに、信仰の継続のために、日々神の言葉により頼んで進むならば、豊かな豊かなこの三拍子の祝福に預かっていくと称されます。この祝福されたと思ったところに、このあらゆる落とし穴をこのサタンは備えてきますが、あなた方はそのところに落ちた時も感謝を捧げ、粘り強く感謝を捧げ続けなさいと称されます。私はその落とし穴でさえもあなた方の益とする力があるものであることを覚えなさいと称されます。優る礼拝において神様の前に静まるとき、御言葉の前に静まるとき、語られたメッセンジャー、また三浦綾子読書会のこの十字架の劇、また失われた一匹の羊の劇、これによってメッセージが語られたように、これらの器たちも信仰のスタートはあり、また信仰の継続があり、また信仰によって自らの生涯を神に捧げておるという、この信仰の段階があることを覚えなさいと称されます。さらに今年与えられた主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますの言葉をあなた方はしっかりと握って、またこのそのために祈りなさいと称されます。また家族親族のために、親族にもあなた方は手を伸ばしてこの祈りの領域を広げ祈っていきなさいと称されます。確かにあなた方の祈りはこの聞かれることを覚えなさいと称されます。ハレルヤ。それではもう一度今の384番、御国を目指して佐田京子さん、はい、これを歌います。司会者が開いてくださった今日は第1ヨハネ第1の手紙ですね、はい、今年ずっと学んでいるのは第3の手紙の2節を三拍子の祝福を学んでおりますが、今日は第1ヨハネの1章の9節、そこが開かれております。今日のメッセージの題は、罪を告白するなら、自分の罪を言い表すなら、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。今日は最初に浦部伝道師が語ることになっておりますので、はい、私は、はい、それを終わってからにいたします。それでは裏です。